はい、おはようございます。今ね、はい、6月の4日火曜日朝の5時50分。おっと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 、おはようございます。まあ、前回ね、急遽のご報告でしたけど、まあ、とりあえず今日は、まあ、今回は、はい、まだまだ仕事をしているので、それのね、ちょっと動画にしておうかと思います。ちょっと鼻声ですけどごめんなさい。花粉症なんですよ。まだ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 この時期は辛い。今ね、とりあえず千葉県野田市で今荷下ろしが終わりました。で、今日の予定はね、まあ、いつも の群馬県安中になっちゃったので、まあとりあえず高速でおぺぺっと行こうかなと思います。まあ、なんでね、安中市なんで、まあ、とりあえず神楽か上里、まあ、上里かな、上里町で一回休んで、でね、まだね、あの積み込み先がわからないんですよ。まあ、安中なのか、まあ、一応安中とは書いてありましたけど、ちょっとね、積み込み先がわからないので、まあ、とりあえず上里町かな、あそこでちょっと休んで行きたいと思います。まだね、あともう少し働く日にちがあるのでね、その間は気をつけて運転したいと思います。てか、今6月の4日ですけどね、今日関東ですごい大雨になるかもみたいなね、あのニュースなってましたけど、すげえ今晴れてます。3日の未明から4日の日やったかな、すごい大雨ってなってましたけど、見てください。はい、今日は6月の4日火曜日、めちゃめちゃ快晴。まあ、昨日の夜はね、雨降ってましたけど、まあ、それほどね、めちゃめちゃこう土砂降りっていうわけでもなく、まあこんな感じですよ。まあ、ただ道が濡れとって、こっち来た時は別にあれやったな、道が濡れとるだけで雨は降ってませんでしたからね。まあ寝とる間もどうやろう、降ったり止んだりしとったんかな。今ね、もう乾きつつありますからね、道路の方は。さあ、あともうちょっとで柏インター、あとは乗っかって常磐道を外環道、関越で上信越かな、ですけど関越で休むんかなまあそんな感じで行きましょう。まあ、上里町やったら関越か。まあ、いきなりね、あんなかと書いてあっていきなり藤岡とかになるとね、うそやろってなりますけど、まあ、知事書はあんなかって書いてあったんで、あんなかやと思いますけど、まあどっちかな、分からん、電話しないと分からん。よいしょ、まあとりあえずちょっと行っちゃいましょう。まあ6時、今ちょうど6時ですからね、まあ、ちょっと気をつけてね、行きたいと思います。
東京方面、東京方面。左方向、東京方面。では、ふぐっとちょっと休憩ポイントまで行きたいと思います。では、はい、気をつけていきます。7時45分、とりあえず関越自動車道、はい、もう少しで上里サービスエリアです。さあ、まあ外観はね少しばかし混んでました。外観は混んでましたけどね、関越道来たらね、まあこんな感じです。調子いい流れで走っております。まあ、車がねバーッと来たり、止まったり、まあ、ところどころ来たりって感じでね、まあ、混んではないのでね、もうスムーズに来ておりますよ。とりあえず柏ってか野田からかな、千葉県野田市からね今2時間かけて来ております。あと安中市までまあ35キロぐらいですけど、どこ積みかがわからないのでね、まあ、カンラーパーキングまで行っていいのかどうかもちょっと不明なので、まあ、いきなりね藤を買ってこともねあるかもしれないので、とりあえず手前で休んでいきます。おーっと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 、まだね時間的には早いんで、まあ、ある程度時間経ってからね、ちょっとお客さんのところ電話して、まあ、場所を聞きましょう。トレーラー、トレーラー、ここはちょっと、あそこ空いとる、あそこ空いとるぜ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとここで休んでいきましょう。よし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 。入った。さあ、はい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 。さあ、ではちょっと休んでいきます。休憩タイム。では、なあ、千畑。